ははいいさんこんこにちはネットト集客コンンサルタントの矢坂でございます、えー、今日はネット集客っていうものについてお話をしていきます。えー、基本的にですねネット集客っていうものの根本的な考え方ネット集客をどうするかっていう考え方が、えー、まず間違ってる。 ここが一番重大なところなんでよくあの耳を澄まして聞いておいてほしいんですけれどもネット集客をするということは総合ポータルサイトねここに、えー、お金をかけて集客をしてもらうということではありませんよねはいそれわかっていらっしゃいますよねそれもネット集客なんですよ言葉で言えばねでも ネット集客っていうのは自分でやらないといけないわけですよね。自分でネット集客をするっていうことを考えてくださいねとするときに何をすればいいか、ね、まずは何をすればいいかということなんですよ。お客さんになるであろう方っていうのを自分のサイトを見てもらうために誘導するっていうことをまずしないことには ああななたが記事を、まあ、いろんなものありますよね。ブログとかフェイスブックとかツイッターとか、ね、そういったものに書き続けてもですね見る人がいないと全然意味がないわけですよねまずそこは分かってないですよね皆さん根本的なところがねあのー、そうですねまああの一番分かりやすい例で言うとフェイスブックねお友達申請ありますよね これを全然やらずに例えば100人とかね200人ぐらいの程度で、えー、毎日のね自分の行動とか例えば美容室であれば今日やってる姿であるとかね今日のお客様とかやってらっしゃいますよね。これをいくらやったところでその200人、ね、100人200人の方に届いてで「いいね」をもらっているのが関の山。 まあお客さんだったらいいですよね。でも友達なんですよ。ということは自分の友達しか見ていただいてない可能性もあるわけですよね。こういうことを考えるとね、これがもし5,000人だったら、まあ5,000人上限なんですけどね、Facebook っていうのは。5,000人と100人のこの差っていうのは、50倍あるわけですよね。はい。5倍じゃないですよ、50倍ですよね。その方たちに、ね。 今日やってる姿っていうのが届くわけですよ。で、えー、っといいねとか拡散していく可能性もありますから、それ以上になってくるわけですよね。それが多ければ多いほど、えー、っと多くの方に見ていただける、こういう具合なわけです。はい。ツイッターなんていうと、千人で喜んでいたら大間違いですよね。二千人いかないと、やっぱりしんどいですよね。そこまではね。えー、っとツイッターのまああの ベースでいうと2,000人が普通まあ到達すればなかなかいいなっていうところなんですけども1,000人であっても10万人のフォロワーの人と1,000人のフォロワーねこの差ってすごないすごくないですかねかたや1,000人の方それも Twitter ですからブわーっとタイムライン流れていきますよね。 これっていうのはもう10万人の方100万人の方いらっしゃいますからねその方と比べるともう全然なんですよだからあなたがねお話をしている向こうのお客様に対してどれだけの影響力を与えるかって言ったらやっぱり数なんですよねまずはだから根本的な考え方ですよまずは数を集めることを先にやらないことには いくらいいことをつぶやいていったってそんなに人は集まってこないあなたは有名人じゃないですね、タレントでもないですね、普通の人なんですよ普通の人がね、えー、いいことをつぶやいてもそんなに拡散がしていくわけではないんですよだからまずは数を集める要するに誘導できるお客様になるであろう人を誘導できるように数を集めることが 大切なんですここを分かっていただいてないと何をやっても一緒なんですよねはいだから無料で使えるツールっていうのはいっぱいあるんですよ、ね、でもそれをうまく使えない方っていうのはそこの活動を分かってらっしゃらないそこをないがしろにしながら自分勝手なことばっかりやってるだからダメなんですはいたここただいたらまずは えっとネット集客の根本的なところがお分かりになると思うんですよね。これは今言ったのは私が言ったのは無料のののツールの場合のことです、はい、これを有料にのツールの場合例えば、えー、今で言うとホームページですよね。ここにもお客様は来てないです。ね、その中でブログを書いて 行ったってお客様は来てないということはアクセスが集まってない。そこをどうするかなんですよ。そこがまず集客のポイントなんですよね。根本的なところですよ。それがないのに、いくらどん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 まあ、ね話をしていく。もう自分勝手なんですよ。自分勝手なことばっかりやっていると意味がないということです。 いろんなやりり方ありますよ PPC でやるやり方もあるし SEO をちゃんとするやり方、ね、ホームページに関してはねでもお金はかかるんですよそういったものに関してはねだから無料でやっていくためのものとしてはやっぱり SNS をうまくつないでいく、ね、僕がよく言ってる動画のアクセスアップをするもういろんなことをかましていって、えー、っとそのホームページのそうですねアクセスを上げていく お客様を誘導するっていう仕組み作りを作らないとやっぱりこれからはしんどいんじゃないかなと思いますというか根本的なものはそこなんですよはいそれさえ分かっていただいたらまずは合格ですそこから始めてもらえるようにしていただいたらえー、っとねもう作業をやってるわけですよ皆さん作業の習慣化になっているわけですよねそのの作業の習慣化はやめましょうよ じゃななししににもっと分析の方に力を入れましょう。なんでなんでここからこんだけいいことを話してるのにみんなこっちを向いてくれないの見てくれないのじゃないんですよ。そこがなんでっていうところを考えていくじゃあ今度はこうやってみようねこんなものを入れてみようそこからが変化が生まれてくるポイントなんですよ。 それを全然やらずに毎日同じことの繰り返しをやってるからアクセスが伸びない。お分かりですかそこの部分をぜひともまずは注意してやってください。では